こうして普通に僕の前にいられるんだからね。美少女すぎて普通だったら目がつぶれるってが。だからお前のことを見ても別にそんな大して可愛いなとか思う回数は少ない。いや、普通の人なら僕の前に立つと吐くんだよ。面白いだろ。何も面白くねえよ。さあ、何が聞きたい？少し恥ずかしいな。あ？ここ数日の間に君は怠惰の魔女因子の持ち主を殺しただろ。嘘でしょ。僕は強欲の魔女だよ。世界中のあらゆる権力者が僕の知識にすがろうとこの身を求めてきたんだ。そのまず落ち着こう。落ち着いて話しよう。誰も知らない世界の真実の知識が興味ない。お前との茶飲み話はまた別の機会に作ってやるから。死者に、それも魔女に、そんな簡単なことのように約束を取り付けるのか。ああ、そうだとも。僕はとても悪い魔法使いなんだぜ。